ユナ、お兄ちゃんのことが大好きだよ。ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。若いと無理をしがちじゃが、時には下がって周囲を見ることも大切じゃぞ。ねえねえ、これからおし北の平原に遊びに行こうよ。お兄ちゃん今日もお仕事？たまには一緒に遊んでよ。おはようデボルさん。あんまり走ると転ぶよ。大丈夫。子供は元気が一番ですね。見ているだけで私も元気になりますよ。この広場すべてを畑に作り変えれれば食料不足を補えると思うんだけど、耕すのに時間がかかりそうだ。ポポルさん、今日こそあなたのところに。ここの書物からは過去の素晴らしい技術が読み取れるんだが、今はその技術の欠片も残っておらん。
おはよう。最近、ヨナちゃんの調子はどう？うん、相変わらず咳が止まらないんです。そう、心配ね。うん、少しでもヨナが元気になればいいんだけど。僕に…そんなことないわ。あなたは立派なお兄ちゃんよ。そうだ、今日はこれを頼みたいんだけれど、商店街から仕事の依頼があったの。北平原の羊から肉を取ってきてほしいそうよ。わかった、すぐ行くよ。北平原に行くなら地図を持って行って。必ず役に立つわ。あ、それからついでに依頼の人から薬草を3個買ってきてもらえる？ちょうど切らしちゃって。はい、これがお金よ。こんなにいっぱい？お金が余っちゃうよ。余ったらヨナちゃんへの薬草でも買ってあげなさい。それはお願いね。いつもありがとう、ポポルさん。急にどうしたの？身寄りのない僕ら兄弟を気にかけてくれて。僕らポポルさんや村の人にはとても感謝してるんです。困った時はお互い様よ。みんな早くヨナちゃんの元気な姿が見たいのよ。だから頑張ってね、おに。うん、わかった。ポルさんに頼まれて本の整理をしてるけど、量が多くて困るわ。ヨナ！ダメじゃないか、ちゃんと家で寝てなきゃ。ほら、服のリボンもほどけてるぞ。ごめんなさい。でもヨナね、病気を早く治す方法を探してたの。ヨナ大丈夫、ヨナは心配しなくてもいいんだよ。いっぱい食べてよく寝たらちゃんと良くなるから。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんは仕事に行くから、おとなしく家に帰るんだぞ。うん。お父さんもお母さんもお仕事でいつも忙しいの。だから私が弟の面倒を見るためにここで。昔の人はすごくたくさんの本を書いてたんだね。でも変わった字が多くて読むのが大変だけど。減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。
子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ、世ののためにも。飛ばされた時はとっさに防御して受け身を取るのを忘れるなよ。最近は北平原の羊たちの気性が荒いって聞いたな。狩りに行くなら気をつけろよ。足が壊れてて、ま、Yeah.
自分にもヨナちゃんのような娘がおったらよかったのにな。ポポルさんから話は聞いてる。羊の肉を3個よろしく頼むよ。羊の肉は集まったし、くそ、魔物がこんなところにも。村のこんな近くに現れるなんて。安心して帰りにも行けないな。お店の人に肉を届けに行かないと。羊の肉集めて。助かったよ。偶然の羊肉ブームでね。これ少ないけど取っといてくれ。あとポポルさんにもお礼を伝えておいてくれるかな。うん、伝えておくね。あら、今日は狩りではなくてお買い物？庭をお花で埋めてみるのはいかがかしら。綺麗な花を咲かせてくださいね。北平原におる羊たちは普段おとなしいんじゃが、おいか羊の肉はこの村の者にとって大事な食料の一つじゃ。いらっしゃい。いろいろといい素材を入荷してるよ。
どうもありがとう。ふう、この年になると買い。ここの商店街はいつき。いらっしゃい。いらっしゃい。ひと休みしたら。いらっしゃい。この村だけでなく、いろいろな町の情報や歴史なんかも調べられるわよ。あと、館長のポポルさんからいろいろとお話を聞けたり。最近羊がなかなか枯れないみたいでね。肉の値段を少々釣り上げないと厳しいんだよ。羊の肉、あと薬草を3つだったね。よかったわ。これで少しは食料不足も抑えられるでしょう。薬草も助かったわ。ありがとう。今日のお仕事はこれでおしまいです。お疲れ様。ヨナちゃんのためにも早く帰ってあげて。ありがとう。ヨナちゃんのためにも早く帰ってあげて。ありがとう。
白いことあった？お外の世界のお話ない？ヨナ、今日もちゃんと本を読んで待ってたんだけど、全部読んじゃった。あ、そうだ、昨日ポポルさんに月の涙の伝説を聞いたよ。月の涙？それ何？花の名前だよ。その花を見つけるとお金持ちになれるんだってさ。月の涙を見つけたらヨナの好きなものを何でもお腹いっぱい食べさせてあげる。ヨナ、病気が治るお薬が欲しいな。うん、どんな病気だって治す薬も買えるよ。ヨナ、どうかした？なんでもない。おやすみなさい。じゃあ今日もポポルさんのところに行ってくるよ。今日はおとなしくしてるんだよ。今日も何か手伝えることありますか？あるにはあるんだけど、ちょっと大変なお仕事なのよ。大丈夫、任せて。本当に？北平原の橋が壊れているのは知っているかしら？うん、柱が腐って落ちちゃったんだよね。その橋を大工職人さんたちが修理していたんだけど、そこに運悪く魔物が現れたの。え？あんなところにも魔物が？ええ、曇っていたから魔物も活動できたみたい。そのうちの大工さんが一人大怪我しちゃったの。それでみんな身動きが取れなくて。僕が魔物を倒してきます。でも危ないわ。大丈夫、僕は剣の腕だって鍛えてるから、村の誰にも負けないくらい強いんです。昨日だって村の入り口にいた魔物を倒したんだ。そう、本当に大丈夫なの？任せといて。
片付いた。これで当分は魔物も出てこないだろう。帰りなさい。ただいま。大丈夫？怪我はない？大丈夫だよ、ポポルさん。あなたが出た後すごく心配になって。いや、平気だよ。ポポルさんは心配性だな。無事で本当によかった。そうそう、大工さんたちがあなたにお礼ですって。ああ、ありがとう。これでヨナちゃんに美味しいものでも食べさせてあげて。そうだ、ヨナちゃんって言えばお昼にここに来たわ。え、ちゃんと寝てろって言ったのに。まあまあ、なんだか私に聞きたいことがあったみたいよ。聞きたいこと？外の世界の話を聞きたがってたわ。村の外の？そう、なんだか熱心に聞いてきて。ああ、また変な本を読んで変な興味持ってないといいんだけど。もちろん村の外に出ちゃいけないって言っておいたから安心して。よかった。早く帰ってあげて。ヨナちゃんも心配しているわ。うん、ありがとう。
ヨナ？どこ行っちゃったんだろう。まだ図書館にいるのかな。ここにはいないみたいだな。ポポルさんに聞いてみよう。ポポルさん、ヨナが家にいないんです。え、何か心当たりはないですか。お昼にここに来てからは見かけていないけど。その時何か言ってませんでしたか。そうね、月の涙が咲いている場所を聞かれたわ。昔は石の神殿のあたりに咲いていたっていう話をしたんだけど。月の涙の話をヨナが。そんな、まさか。どうしたの。昨日月の涙を見つけるとお金持ちになれるって言い伝えの話をしたんです。え、それで何でも治す薬も買えるかって聞かれて。じゃあヨナちゃんは。まさか自分の薬を買うために探しに行かなきゃ。石の神殿は東門から行くしかないわ。ありがとう。ヨナ、東門に行ってみよう。あれは。ヨナ、まさか本当に石の神殿に行ったんじゃ。
崖が崩れてて先に進めないぞ。まさかヨナはこの隙間をくぐったのかな。他に先に進める道を探そう。
こにも魔物が。こんな危ないところに。ヨナ、
ここから外に出れそうだ。